いよいよ未来島エッグヘッドがどうなるのかというね、もう黒ひげ海賊団にベガパンク奪われる展開とか、マザーフレーム的な展開とかね、立てこもっている間にビビ誘拐されてね、イム様のところに連れてかれるとか、ガープの処刑云々みたいな話がなんか途中で挟まる話になるのかとかね、でシャンクスの動きも気になるし、きっとその後どうなった、ローその後どうなったも気になる中で、引き続き注目しながら読み進めていきたいと。であとはこのチャンネルではおなじみになっている骨格のリンクっていうことで言いますと、シーシのピーカとシマシマのピサロっていうところでかなりこうね、ストーリーはいわゆる物語の骨格っていうところで似てるところがある。つまりドレスローザのその後の展開とハチノスのその後の展開とか、パンクハザードのその後の展開とエッグヘッドのその後の展開みたいな感じで繋がっていく。だからその辺を読み返していったりするのもかなり面白いんじゃなかろうかと、いろいろございますが、そんな感じでございました。あとあれか、ほとんどあんま見れてないんですけど、なんかちょこちょこはこう見てたんですけど、そのね、公式のライブ配信とか、なんかすげえ情報とかなんかあったんすか。あ、そうだそうだ、モンスターのアニメ化だ、そうだ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 。私結構上位に来るんで、ベスト3には入る自分の自信の考察で、あのね、メインちゃんの太陽の民とはみたいなのあるんですけど、その時にがっつりモンスターズについても話させていただいておりますけど、リューマトキングの話でドラゴンをぶった切ったっていう伝説があって、でスリラーバークで注水とかをもらった、ゾロと戦ったあれっていうのがリューマの死体であったと。でシラノっていう、剣豪がめちゃめちゃこう立派ないい剣士としてこうね描かれていくんですけど、実は最低最悪なクズ野郎で、それとこうリューマっていう、であとフレアっていうヒロインがいてみたいなね、で最終的には竜をぶった切っていくみたいな話になるんですけど、そのね、シラノといえばシラノとベルジュラックっていう作家で、月世界旅行を執筆している剣士でもあった執筆家というかね、まあちょっとメインちゃん見てもらえればわかりますけど、なんでシラノなのか、なんでフレアなのかみたいなね、その辺考察させていただいておりますが、ワンピースのつながりも含めてどういう風に描かれるのかってめちゃめちゃ楽しみですよね。モンスターズはさすがに見たい。アニメをねほとんど見ない私ですけど、モンスターズは絶対見なきゃいけない。ニカニカの実がかなりバズったんで、3本出して100万再生、60万再生、60万再生っていう、それゆえに今までモッチー先生のこと知らなかった方もたくさん見に来てくれたのかなみたいなのがあって、でコメント欄でもこいつ当たんのとか、そういうコメントが結構届いて、で今までのモッチー先生の当たった考察、外れた考察を一応こうリストアップしてみたんですけど、大前提としてまあお伝えしたいのが、とにかくこの当たる外れるはそんなに意識してなくて、こいつめちゃめちゃ当てるから見ようっていうのはモッチー先生的にはちょっと荷が重いというか、全然当たろうと思ってないんで、ワクワクしたいっていうのがあるんで、ただでもその妄想野郎にはなりたくないんで、とにかくワクワクできて納得できて、多分こうなんじゃねっていう想像をみんなと一緒にしたいみたいな。だから本気で当てには言ってんすけど、多分こうだろうみたいな。ただ結果別に外れたとしても、そこにたどり着いた時点で満足してるみたいな。ちょっと前提長えなお前っていう話なんですけど、でとにかく当たったので言うと、ズニー社がワノ国に到着したこと、半年前かそれ以上前ぐらいに勘十郎が遠隔操作でおでんに化けて出てきた時とかかな、あの辺ぐらいにズニー社が到着するのを予想したっていう、これはまあ結構ビタリ当たった。まあビタリというか、いや本当のこと言ったら、まあ当たった当たったってみんな言ってくれてんすけど、オロチが火を起こしたみたいな、鬼ヶ島も。で、最終的にそれをズニー社が助けに来てくれて、噴火雨でその火を消火するみたいな考察だったんですけど、そこまでビタリ的中ではなかったんですね。だからズニー社本当の目的はもっと壮大なところだったんで、鬼ヶ島の鎮火に当たったのは、ヤマトとか、マルコとかなのかな。マルコ関係してるんだっけ、ヤマトがとにかくその氷で爆弾を凍らせたみたいなところなんで、噴火雨で火事をあれするっていうのは外れてたかなっていうね。であとはまあ桃之助成人化ですね。桃之助の成人化もそこそこ早い段階で、まあ、もう桃之助絶対成人化するだろうみたいなところは、これ何ヶ月前かな、ちょっとそれも調べればよかった。とにかく桃之助が成人化するしかないだろうっていうのをどっかのところで見切って、それはまあ当てたと。まあ和の国近辺の展開予想が当たってるって感じなんですかね。で、まあこの伝説の悪魔の実がゴムゴムの実っていうところも、これもガチで当てに行ってんすけど、これもニカニカの実かはまだわかんないんすけど、まあ、伝説の悪魔の実がゴムゴムの実っていうのは当たってそうかなみたいなね。あと細かいことで言うと、カイドウの人獣型の形態とか、あの辺もドラゴンボールのホルンガっぽくなるんじゃないのか、あの足のあたりとか尻尾のあたりがみたいな、そこもなんかまあ、当たらずとも遠からずみたいな感じで来てんのかなみたいな。
この辺ですかね。当たったのそんぐらいですね。で、モッチー先生の考察って本当空白の100年とか D の意志とかなんかその辺の考察、最終回の考察とか最終決戦の考察とかっていうのばっかりなんで、ほとんど大原の学者と一緒なんですよね。俺が知りたいことって、空白の100年に何が起こったのかとか歴史の真実をとにかく知りたくて、それを考察することに喜びを感じる。だからこの一応副産物みたいな感じで和の国到着とか桃之助成人化っていう展開予想を一応何個か当ててんすけど、真のことを言えば空白の100年とかを当てたいんですよね。最終回の展開とかを当てに行きたいで、そういう考察ばっかりをしてるんで、まだ厳密に言うと当たったか外れてるかまだ分かんない考察ばっかりなんですよね。でこれなんか予想して当ててる人もいるんですけど、根拠とかが結構ね、集めた根拠とかに結構自信がある感じです。間違いなく図2者来るだろう、なぜならばこういう根拠こういう根拠こういう根拠があるからです。でその根拠を聞いてほしいみたいなね。図2者当たったことばっかりに注目されるんですけど、で外れた考察、モッチー先生が、見事外してしまった考察が、これ結局誰なんだ説まだ分かってないですけど、赤鞘九人男を助けたあの謎のシルエットっすね。あれに関して私モッチーはヤマトに弟がいる、ヤマトには弟がいて、そいつが武蔵っていう名前で赤鞘九人男を治療してくれたっていう考察をしたんですよね。であれももうさすがにもうねえかなって思ってるんですけどそう、あのシルエットはね、もう ほぼ日和で確定でも、日和で確定だったらもう早く言えやって思いません？この考察を受けて変えたとか ねえかなとか思ってんすけどね、小田先生がそこまで影響力大きくないでしょうけどなんかこれもね結構好きな考察なんですよね。あのシルエットが新キャラ、ヤマトの弟武蔵っていう、ヤマトの弟武蔵が新キャラとしてあの赤座国男を助けてくれた。でこうなんていうんですかね、こうシルエットでこう髪の毛が見えるんですけど、こうやってこの髪の毛がまあエネルの耳たぶとかって言われたにもしたんですけど、ヒゲにもなるんですよ、ね、カイドウのヒゲとか。カイドウの横顔を見るとわかるんですけど、カイドウの横顔を例えばシルエットにしたら、ああいう形でちょうど髪の毛のように見える状態になるんですよね。あのヒゲが、口ヒゲを蓄えた小柄な侍、かっこいい侍みたいなのを想像して武蔵。一番の根拠はあれですね、和の国の戦争が太平洋戦争のオマージュが結構あるんじゃないかみたいな。ちょっとまあ今ね、かの国の戦争なんであんまり戦争の話はなんかあれなんですけど、とにかく太平洋戦争のオマージュっていうので、日本が戦艦ヤマトっていうのがあったじゃないですか。戦艦ヤマトがヤマトのモチーフになっているんだとしたら、戦艦武蔵っていうのもあるんですよね。戦艦武蔵っていう秘密の兄弟戦艦、戦艦ヤマトの兄弟戦に位置付けられている武蔵っていう戦艦があって、それをオマージュがあるんだとしたら、ヤマトには兄弟がいるっていうところなんですけどね。そう、佐々木小次郎宮本武蔵もそうだし、戦艦ヤマトと戦艦武蔵もそうだし、そう姉妹艦ね、ヤマトの姉妹艦で、あと外れたであろう考察がクイナ登場説ですね。これもかなりご反響をいただいた、クイナ再登場説。これもまあ再登場するなら和の国しかないだろうとか、あとどっかのところで、モーガン編の匂わせが過剰にこう見えた回が千何話だったっけか、ちょっと忘れたんですけど、図2者、到着の根拠を揃えたように、桃之助成人化の根拠を揃えたように、当たっている根拠の揃え方、当たる傾向のある根拠の揃え方でこのクイナ再登場説も提示したんですけど、これはもうさすがにないかな、クイナ再登場はね。ここで急すぎるよね、さすがに。このもう最終局面すぎて、いやクイナは出てきて欲しかったんですけどね。ここでクイナ再登場説はシンプルイズダーチーで、これはだからまさにだよね、当たった外れたとかじゃなくて、もうクイナ出てきてくれよ、こんだけの根拠俺は揃えたぜ、みんな信じてくれっていうクイナ登場、みんなで待とうぜ、根拠は揃えたぜっていう、まさに当たってようが外れてようがワクワクしたいっていう、もうこのモッチー先生の名刺にしてもいいかなって思うぐらいの好きな考察ですけどね。クイナ登場、再登場説は。クイナは和の国に出ないと思うな。そうか、死神があるからワンチャン死神のところで冥界にゾロが行って、冥界でクイナに会うとかね。まあでも生きててほしいんだよな。ここでクイナ出てこなかったらもうタシギ、だからタシギとクイナでな。このクイナの人気ぶりがすげえ嬉しいんだよな。なんか俺もクイナ好きなんで、これも前のライブ配信でも言ったんですけど、クイナが再登場するんだったら、で、私もちの考察としてはイワンコフとのつながりが数々匂わされてるんで、クイナはとにかく女の子に生まれたことを憂いていたんで、私も男の子に生まれたかったって言ってて、イワンコフが匂わされてるんで、やっぱり男に変わってる確率の方が高いのかな、だからこそのそういう匂わせなのかなっていうのがあるんですけど、本当の厳密に言えばやっぱりこの女子のまま、あの時のあのクイナのまま最強に強くなってるクイナとかがやっぱり再登場してほしいんだよね、本当はね。ワンピースの中で一番クイナが可愛い。いや、わかるわ。
まあ、一番熱い妄想で言うとやっぱりこのキングと戦う前、キングじゃなくてクイーナと戦ってほしかったみたいなのもあるんですけど、まあもう今となっては遅いですけど、ワノ国の一番大事な局面で謎の小柄な仮面つけてる、なんか般若の面、それこそヤマトが最初被ってたみたいな般若の面みたいなの被ってる小柄な剣士みたいなのがゾロの前に登場して、であっという間にゾロが軽くあすらわれるみたいな、本気で戦っても軽くあすらわれるみたいなので、あんた男のくせに情けないわねみたいなので、その次次週このセリフはみたいな仮面外したところで次週みたいなので、同人誌でも読みたいいやそれ展開マジで見たかったんだけどな、あんた男のくせに弱いのねみたいな、妄想が過ぎるいやこれ聖域じゃねえからモッチー先生のくせに話下手なんですねとか考察下手なんですねって夜言われたいみたいな性癖俺ねえから、男のくせに情けないよねって夜言われたい願望はねえからちょっと性癖入ってるやばいやばいやばいこっからモッチー先生が笑ってるからってこの下の方をブーストかけるのやめてくださいね、マジ下ブーストは。ちょっとクイーナ再登場はねもうきついのかもしれないけど、かなり激アツの私モッチー的な自信作なんでね。そうなんだよな、この当たった考察より外れた考察の方が見てほしいんだよな。だからこのズニーシャがワノ国に到着したこととか、桃之助が成人化したこととか、もうこのニカニカの目はさすがに別だけど、こういう展開予想を当てましたよっていう動画よりも、ニカイコールナミとか、あのシルエットがヤマトの弟武蔵説とかクイーナ再登場説とかの方が見てほしいもんな、やっぱり。え、そろそろ3時って本当本当だオレンジさん、にゃこじゃらございます。ワノ国の侍が妙にでかいという設定は回収されますかね。理由もなく聞くとかあんな身長にしないと思います。あ、確かにな、このワンピースの身長問題ね、背高いっつって3メートルぐらいあるもんね、みんなね。現実世界とはもうかけ離れてるわけですが、巨大化の実験とか古代巨人族がでかいとか巨人族のサイズとか、まあその辺とかを考えると、その血がちょっとでも入って薄まっていってあのサイズになっていくとか、小さければ小さいほどどうとかって、まあそういうことなんでしょうけどね。だからこれもだからミスリードになり得る微妙なところって感じだよね。ベリーの話じゃないけど、もうワンピースの世界は共通通貨としてベリーが浸透している、そういうもんだっていう風に我々読者はもう 99.99% 思ってるわけですが、これがミスリードの可能性もある。むしろそれこそが小田先生が仕掛けるミスリードなんだよな。雷蔵は絶対ゾウにはいるはずねえだろうっていうさ、雷蔵生きてる説なんてあの辺で出してたら多分まあ反感食らうというか、そんなわけねえだろって全員に思わせておいて、それがひっくり返るから小田先生が神であるゆえんみたいな感じで。だからこのオレンジさんが言ってるワノ国の侍が妙にでかいとか、ワンピースの身長でかいキャラ、高身長は3メーター以上でそういうもんなんだろうみたいなところに何か謎がある可能性はあるんじゃないでしょうかっていうね。それで言ったらめちゃめちゃあるよな、ベリーもその身長とか、そういうね、漫画だからそうじゃんみたいな当たり前と思ってるところを随所に散りばめられてるんでね。まあそれの最たるもんがもうゴムゴムの実でしたよね。ゴムゴムの実なんでしょうって、もう当然誰もが疑わなかったわけですが、違かったっていうね。質でしたらすいません、ワンピースの中で角の生えたキャラまとめのような企画を思いつきました。実は角が生えているけど意図的に隠しているキャラとか、都市伝説が好きでよく調べるのですが、角の生えた人間は日本に伝わる鬼や竜、魚の鯉などたくさん関わりがあるみたいです。いやほんと角はね、カイドウ、まずカイドウで、カイドウの正体って結局何なんだっていうのがまだ分かってないんでね。鬼説とか、ただの人間が魚好みだけ食べて強くなったとか、ただカイドウの竜はあのシェンロンとかと比べると人型の時についてる角が余分に付け加えられて角が描かれてるんで、あれはやっぱりカイドウそのものの角なんでしょうっていう。いや確かにこれは本当に、あのカイドウの正体はこのチャンネル初めて3本目にカイドウの正体っていう考察をして、でそれがドラゴンボールのシェンロンオマージュとか人造人間オマージュっていう考察だったんですけど、で今考えると魚好みが出てきたりしてるんで、あもうこれ間違ってるじゃんっていう考察になっちゃってるんですけど、もう一回ちょっと情報精査してあれを改めて出したいんですよね。方向性は間違ってないと思ってるんで、ドラゴンボールオマージュ、シェンロンオマージュ、人造人間オマージュっていうところは、でそこでこの角の話とか深掘りしできたらいいなって感じですかね。余分に描かれた角、そうなんですよ、余分に描かれた角があるんですよ。シェンロンの場合は2本っていうか桃之助もすね、シェンロンじゃなくて桃之助の方がいいですね。竜型桃之助と竜型カイドウの角の数比べると明らかに2本多いというか、カイドウの人型の時のあの立派な角もちゃんと竜型の時に描かれてるってやつですね。鬼人族っているんですかね。まあその鬼人族とかそういう系だよね。カイドウの種族、
カイドウ刺しでは最強というけどおでんに負けそうだったやん。だおでんに負けそうというかもう敗北もしてるんでね。でそんな何度も敗北を重ねてそれを経てもう刺しでは怠慢っていうところにたどり着いてしまったって感じなんでしょうね。負けて負けてたどり着いた。